はい、本日はアイスガイデポ中古商品のご紹介をさせていただきます。本日ご紹介いたしますのはこちらですね。はい、クラフトアップルワークス製の M70 という、総豆腐 40mg レードラッシャーの、分けあり中古品ですね、のご紹介になります。まずこちら分けあり中古品としましては、ですね、よいしょ、この中の部分、こちらですね、この中の部分ちょっと見えづらいんですけども、見えますかね、下側のネジなんですけども、後半タイプで見ればわかるかな、今指の刺してるちょっと先のところなんですけども、見えるかな、ちょっと銅柄と見えづらいかもしれないんですけども、よいしょ、あ、すいません、はい、一応このネジの付け根の部分あたりですね、クラックが入ってしまっているため分けあり中古品となっております。で、また一応こちら、40mm のクラフトアップル製のモスカートが対応してるんですけども、今こちらにちょっと用意してるんですけども、まあ、クラフトアップル製ですね、一応まあこちらは付属しなくて、まあ、あのテスト用なんですけども、まあ挿入はだいぶ固めですねになっておりますね、よいしょ、まあ、一応入ることには入りますね、こんな感じです。はい、で一応ちょっと今こちら BB 台入れてないですけど、から打ちさせていただきます。で、まあ、コンマも閉めて、よいしょ、ここまで入れて、よいしょ、よいしょ、うん、よいしょ、はい、これで発射可能ですね。で、ですね、今この状態セーフティーになっておりますね。今これ引き下げてる状態、こちらがセーフティーに、はい、そうですね、はい、引き下げてる状態でセーフティーですね、いかなくなっております。で、これを前ですね、こう前に押し上げてあげると発射可能になりますね。じゃあちょっとから打ちさせていただきます。よいしょ、まあこんな感じですね、結構いい音しますね、やっぱりさすがクラフトアップルワークスって感じですね、まあ、このような感じで、そうですね、40mm のモスカートが発射可能になっております。で、まあ弾の臭いなんですけども、この状態だと抜けないんで、多分ここ見えるかな、この部分ですね、ここの部分引っ張れるようになってますんで、ピッてあげてあげればピョコって出てきますんで、あとはここをケツ持ってあげれば抜けるようになってますね。よいしょ、あとそうですね、まあ外観、まあこれは多分そうですね、この辺りとか、よいしょ、見えるかな、まあ、加工精度の問題ですかね、若干傷というか、なんて言えばいいんですかね、あるような感じですね、まあ、あと全体的に見ても若干擦れ傷があるような感じですね、まあ、でもウッドストック部分には目立った破損とか、そうですね、ない感じになってますね、まあ、サバゲーとかそういうのでも問題なく使用できるかと思いますね。はい、あとこちらの商品ね、このような、こちら、はい、このような箱付きの商品になってますね。一応中なんですけど、まあ、先ほどの商品と、あと、こちらは英文だけかな、まあ、英文だけじゃないな、まあ、このような感じ説明書ですね、プラニングパーツリスト、一応こちら説明書にはあのロングストックタイプの説明書になって、多分まあ共用なんでしょうね、共用の説明書なんで、あのサイトがついたりとかしてますけど、こちらのモデルはサイト、アイアンサイトですね、ついてないモデルになりますね、ご了承ください。よいしょ、はい、すいません、はい、うん、はい、こちらの、M79 ですね、はい、現在自社ホームページの方で、TU-1927 で出品させていただいております。お値段の方が現在 19,800 円で出品しておりますので、よろしければご検討の方よろしくお願いいたします。以上、商品紹介になりました。ご視聴ありがとうございます。